なるほど、なるほど。日が悪い。ここに今、呼んでもよろしいのかという。誰が各ギャング。あ、ああ、呼びましょう、呼びましょう。ああ、わかりました。今やりますか？やる。かしこまりました。ルーファスは誰のあれ連絡先知ってる？じゃあ僕、とりあえずモンディ連絡しますね。じゃあ、私はウェスカーさん。モンディ。電話出ないな。はい、もしもし。あ、お疲れ様です。お疲れ様です。今何してます？今ね、プリズンで味方を迎えに来てますよ。なるほど。安川さん。はいはい。さっき離れる時なんて言いました？思い立ったが吉日。今日やります。うい、来たこれ。今猫カフェの下のところの元ペンギンのアジトのところにいるんです。はいはいはい。で、まあ今勝負さんもいるんですけど、うん、そこで例のミッションの話もついでにしちゃおうと思って。はいはいはい。だからもしよければ今ね、私と勝負さんと一応うちの側近が一人いるんだけど、うん、はいはい。まあご挨拶ご紹介したいな。ルーファスってまあ以前あったと思うんですけど。ありましたね。それもしあれだったらご挨拶改めてと思って。ルーファスさん挨拶したことありますよ、私。そうそう、でも連絡先とか多分交換してなくてさ。ああ、なるほどね。そうそうそう、だからもしよかったら来てもらえます？了解です。どこでしたっけ、もう一回。猫カフェの下の番中行った方がいい？中華料理屋。8245やね。バンちゃんと前二人で話したとこね。そうだね。あ、了解了解。はい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 。あ、ちょっと待って。何？ちょっと待って。うん。ごめん。何？聞かなかったことにしてくれる？いいから早く来てよ。ああ、わかった。行く行く。聞かなかったことにしてくれる？わかりました、わかりました。でも、オッケーオッケー。オッケー。バンさんね、バンさん。はいはいはい。マクドナルドも呼んだ。了解です。お疲れ様です。お疲れ様でございます。ちなみに先に言っておきます。はい。今日うちから抗争を仕掛けます。どこに？どこにですか？全ギャングにです。なんで？うん。島をかけてレースの抗争をしたい。うんうん。で、場所はジャムリーヌの店があるところだ。そこから須藤のコンビニ、あと904。普通にいい島じゃん。うん。うん、これ、うん、てかめちゃくちゃうめえ島やで、ちなみに。気ぃつけんのね、ジュージュー。そうっすね。俺は無理だ。お、ドラグルが。おいいぞ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 。ああ、ちょっと。おぉ、やっ、早いな、あのドラグル。いや、ドラグルでっか。いけたら強いな。コース知ってる動きしてるな。あれはあれだな、多分アイリスっぽいな。逆走。アドミさんはでもあれじゃないはずなんだよ。まあ、そう、わかんない、ギリギリで変えてるかもしれない。いやさあ、第一関門です。ここはと、だいぶダムのところなんでね、水のところに入ってしまうとか、ここ落ちてしまうっていうのが続出すると非常にやばいんですよね。さあ、先頭を走るはドラグル。高速白い車が走っているけど、これは何だ？ここ
おっと、これはコースがそっちなのか。あら、綺麗なファルセットが聞こえた。ちょっと違う。笑わせない。前に来たのとちょっと違ってた。すごい綺麗なファルセットが聞こえた。あら、なんか車が、あ、まずい、まずい。さあ、もう首位独走状態。危ないよ、ここ2台ぐらい下で落ちてる。それかい。水、あの、池ぽちゃんしてる。やばいんだけども。あらららららら、だつらららら。さあ、ここで途中で、やっぱこれやばいっす、俺もう車無理。やばいやばいやばい、やばーい。合ってるのか。まずいかも。いや、マジで本当にやばい、俺の車。もうエンジン行く。さん上手くない。ここでひっくり返ってしまうが、復帰できるか。復帰する。さすが強いドラウグル。すげえ、もドラウグルよ。やはりドラウグルが有利か。なんちゅうとこ走ってきた。一人上がってきてるやつがいる。さあ、ここのカーブから入っていって、いやー、ごめん。さあ、もう完全に首位独走中。こいつが1位になるのか。おお。さあ、しっかりコースを把握している。さあ、ここのくねくねしたところも通って、よしよしよし、安定感すごいな。安定感がすごい、ね、かなり差はつけられている。さあ、完全なる首位独走。マジでいってる。もうもはや見えないまである。くっそ、遅いんだけど。一番通過してまた高速道路に。やばい、電話かかってしまった。ここ行っちゃった。あれ、やめたら、まさか。耳に優しいわね。まさかファルセットにやられるとはな。さあ、ここでドラウグルガンガンに首位。ガソスタを抜ける。さあ、後続は全く見えない。でここで200にすぐ加速して、やっと見えたぐらいか。だいぶ離れてる。やばい。あれは一体誰なのか。行け、まだ行ける。さあ、ここでちょっとガチャガチャするが、安定した走りで1位。誰だ。楽しんでますね。思い出しちゃった。さあ、前見てなかった。誰だ。コースを知っている動きを完全にしている。11位なんだけど俺、うん。さあ、ここもくねくねしてて面倒くさいルートだが、ここも綺麗に落ち着いてコースを取っている。あ誰ですか。誰ですか。誰ですか。あの人俺に突っ込んでくるんだけど、ずっと1位の人だあれ。全く反応なし。よし、半分抜いた。あー、やらかした。さあ、ここもちょっとくねくねしててめんどくさいんですよ。もうあぶね。これもう終わってるんですよ。詰めてきてるやつがいる。おっと、何台が来ているようだが、終わっててもおかしくはない。相変わらず1位をキープ。ニトロなくなったぞ。何かしらのアクシデントがない限り、この1位はずっと続きそうだが。完全に走れている。何、止まっただと。待ってて、誰か。完全に攻める。最悪。もう先輩避けようとしたなって横転した。運転手、やはり地の利、性能、トータル的に。いや、無理だろ。ドラウグルがいい走りを見せている。まあ、ここまで来ると何も余裕で止まっちゃうぐらいの。さあ、ここまでも、まあ、いるのか。後ろからも来てる。おっと、道を間違えたか。普通に来るの早いの。
おっと道を一本間違えてしまっているような、そこからロングだがここで曲がる。ここも細かなコース取りが結構重要。セブンさん上手くない車マジで。さあここ曲がって一直線でゴール、うん、さあそれをゴールする1位はマジで負けんかった。さあそこでパトカーが待ち構えている。さあパトカーとのチェイスか、ね、今のところこれ最初だけですよ。なんかもう人と会ったのもう人と会ったのもおっとどんどん3時間前後続のゴールがやってくる。ゴールしてるやつがやってくるが、パトカーもそこにいるぞ。1位は誰、やばい、ま、いやでけえスーパイガーパトカーよ。あーセルーさん、あーちょっと待って、おめでとうです。誰だお前マジで、おいハゲだ、逃げろ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 、パトカーか、警察が介入してきた。だよそのまま逃げてます。勝者はオールインセルーさんでした。何位だ俺これで。すごい安定感すごかった。すごかったね、どうだった楽しかった、楽しかった。私はもういいなって思うからこの後レース出るもん。こういうの感化されちゃうよねやっぱり。というわけでじゃあ君たちは、まあ多分タラリはもう寝るだろう。はい、そうっすね。どっかに送ってあげよう。どこがいい、ここでもう適当な白いところで。うわぁ本当に長いし、ガソリンがないし、こんなに燃費が悪い車だったとは。うわぁ、おうおう、チェイスチェイス、おい最悪いいですね、これが楽しいんですよ。ゴール後からチェイスになるのがいい。終わっちまう。いいじゃん、オールインがあそこを取るのは面白くないですね。え、ん、ジャムネーの取る、私がガソリン店の人だ。楽しかったっていうのが一番大事だぞお前たち。いやめちゃめちゃ面白かったですよ。いや楽しかったっす。いいなぁわしだって出たいんだよ。あの途中マクドナルドさんとバチバチだったんで。あ、ロケット来た、ロケットだ。いや、お待たせしました。どうだった、お疲れ様です。あ、いやもう本当にちょっとまあ不運にも、うん、私ファルセットに惑わされまして、ファルセット実際落ちてしまいました。落ちちゃったのやっぱ復帰はしたんですけども、うんうん、ちょっと力及ばずという感じですね。なるほど。途中であのなんかすれ違いざまにファーって言ったらどうだったかわからないんですけども、ちょっとそれに笑ってしまいました。ハンドルが手元が狂ってしまいました。なるほどなるほど。柳田どうだった。いや楽しかったです。お前がひたすらロケットだったという話を聞いてるさ。いやいやロケット、俺ですよロケットされてたのは。いやあのマクドナルドのやろ、本当にほんまに。ちなみに僕も結構危なかったっす、マクドナルドさんは。なんでマクドナルド故意にタックルしてんの。いや故意にってわけじゃないと思う。カーブ曲がりきれずに、コースアウトさせるためのタックルってよりは並んだ時に、うん、おいおいおいみたいな感じですね。はいはいはい。あ、本当そう、俺そこまではやられてないけど、なんかあ、どうもういういみたいな感じ。後ろからとんでもないスピードで突っ込まれたことあって。いいじゃんいいじゃん。お疲れアンジョ。お疲れっす。どうだった。めっちゃおもろかった。おもろかったか。めっちゃおもろかった。ただレースが初めてだったから、うん、チェックポイント踏み忘れちゃって最初に、はい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 、あそれで戻っちゃって、なるほど。あ、逆走してたらお前かあれ。めっちゃロスしてた。お前マジあれやばかったぞあれ。もうめちゃめちゃドメダル逆走してたからな一台。なんかもうさ、最初の右カーブでもうほぼぐちゃぐちゃになってたじゃん。ぐちゃぐちゃやつだ。いや俺あれで横転して誰も車見えなくなりましたからねスタート。本当に。ぐちゃぐちゃになったな。
まあ今回島を明け渡すことにはなるけど、ええ、私はそれでいいと思ってるし、別に2億入ってるんだよそれ、はい、いいのよ。これで新しい組織が、いやキミトスが持ってた島を取ったわけだ、ええ、これ私の思惑をお前たちには